皆様お久しぶりです。はじめまして、カメラマンの藤森ゆきと申します。さあ、僕が今なんでこんなものを撮ってるかというとですね、陽介いるじゃないですか。陽介にちょっと呼び出されまして、まあカメラ撮ってもらうと式で、まあ要はグアムメンツです。グアムメンツがちょっと集合したいということで呼び出されたので、ちょっとファミレスですけどちょっと行こうかなと思います。なんで呼んだのあれ、なんか聞いてる？いや、何も聞いてない。また旅行行こうじゃないですか。今度はなんかハワイ行こうとか、遊びの話なのか。でもなんか、わざわざ呼び出すって珍しいよね。うん。LINE でいいのにと思うけど。まあ、そんなこんなでね。もういるみたいだから。まあ、行ってみましょう。ふい。ふい。ふいふい。やほ。よ。どうしたの？としきくんもやほ。久しぶり。元気？二人も元気？元気元気。そっか。どうしたの？ちょっとお話がありまして、相談というか。何それ気持ち悪い。ちょっと待って。改まってるじゃん。でも、なんかやらかしたの？大丈夫？これさ、2月と3月さ、全国ツアーやろと思って。全国ツアーやん。すげえじゃん。マジで？やると思ってる。決まり？もう会場も押さえたの。おお、すげえじゃん。ピンポン来たけど。ああ、すごいじゃん。で、会場も押さえちゃってさ、で、今回は本当にいい意味で、事務所の方々にも許可もらって、自分だけでいろいろ覚えてやらせてもらってるの。は？自分だけの？うん。あ、何？あ、そういう感じ？そう。ちゃんとした、何？じゃない。じゃない。手作り感ある。今1年間テレビ出させてもらって。そうだね、おかげさまで平和に。はい、ありがとう。地球は。そうそうそう。なんだけど、1年前までやってたこと、まあ、シンガーソングライターとしてやってることは、今も何も変わってなくて、それをちゃんと今1年間、まあ、全体で見てくれてた人に対しても、伝えたいなと。自分の声を。ちゃんと自分で。時に何をするかなと思ったら、全国でライブすることだと思って、できんやるんだよね。まあ要はね、前まあセンターやる前まで陽介、やっぱシャッフルでやってたような、そういうこと感じってことだよね。そう、あれは1年経っていろんな曲も増えて、キリンジャーでいらっしゃるまで見えない絆とか、一年にかけてのあとサソリ座の歌とか、ああいうのももちろん歌うけども、なんかそういうのちょっと、ね、自分たちだけでちょっとお客さんを楽しませるみたいなことをちょっとできたいなっていうふうに、なんかこう正直言ったら1年テレビ出たからって、なんか変な話、調子に乗って大きいところでライブやりますとかそういうことじゃなくて、ちゃんと今自分がシンガーソングライターとしてまだまだっていうことをちゃんと本当リアルに受け止めて、自分で修行じゃないけど全国こうやっていきたいなっていう。まあ逆に今じゃなきゃできないかもしれないしね。そう、そういうのも。そう。さあ、要はキューレンジャーで知ってくれた人ってすっごいいっぱいいるじゃない。その人たちに向けて塩つけってこういう人なんだよみたいなのをより知ってもらえたら。そういうことだよね。そう、それやりたいと思ってて、だから今日もしよかったら一緒に行ってくれないかなってことを聞いた。いいよ。早いよね。行っちゃう。いや、俺またね、グアム行こうとかそういうことかなと思って。結構全国だから行くっていう準備で来てた。本当？よかった。ちょっといろいろ大変だと思うんだけども、全国回って、これも含めてさ、